マタラム王国は、ジャワ島中部のジョグジャカルタ地方に栄えた王国。マタラムとは、ジョグジャカルタ地方の古地名である。ジャワの歴史上、マタラム王国と称される国は、8から9世紀に繁栄したコマタラム王国と16世紀末に起こった新マタラム王国の2つがある。これらは、それぞれの王権の宗教的基盤から、ヒンドゥーマタラム、イスラムマタラムとも区別される。 通常、単に、マタラム王国といった場合、後者のことを指す場合が多く、以下の本文では、後者の新マタラム王国について扱う。前者についてはコマタラム王国を参照。マタラム王国は、16世紀末に、インドネシアのジャワ島中部に起こったイスラム王国である。単にマタラームとも表記する。また、ヒンドゥ王朝であるコマタラムと区別するために、 シンマタラムとも言う。東諸部東南アジアで最大の米産地であった中部、ジャワの肥沃な農業地帯を支配し、その輸出港として、ジャワ島北部の孔子諸国化を影響下に置いて、17世紀にかけて、ジャワ島中部、東部で強場を誇った。バタビア、バンテン王国を除くジャワ西部も強い影響下に置いたが、 18世紀半ばに、オランダ東インド会社の介入によって、1755年、ジョグジャカルタとスラカルタの二王家に分割されて、マタラム王国という国名は消滅した。肥沃な米の生産地であった、ジャワ島中東部の内陸部をめぐっては、コマタラム王国の時代から、ジャワ島部のクビリ,リ王国、ジャワ島北岸のナジャパヒト王国やドゥマク王国などが、覇権を築いてきた。 マタラム王家の年代史、ババッド・タナハ・ジャーウィーによると、中部ジャワナイ陸部に台頭したスラカルタのパジャン王国とジョグジャカルタのマタラム王国の2王国は、ドゥマク王国を通して、マジャパヒト王国の後継者であるという。パジャン王、ジョコティン・キールの命を受けたキアイグデ・パマナハンが、 ジョグジャカルタの地のマタラムに勢力を広げ、パマナハイの子、スタウィジャヤがマタラムをパジャンから独立させた。1586年に、マタラムを建国したセノパティはパジャンを併合し、1590年代には、ジャワ中東部の北岸のドゥマクや、ジュパラなど、イスラーム系公私国家を支配し、重要な米の輸出口を獲得した。セノパティの子、パネンバハンセダクラプヤックは、 当時の東ジャワで最も繁栄していたスラバヤに攻撃を開始し、クラプヤックの後継者スルタンア軍が1625年、スラバヤ、マドゥラ島を支配下に置いた。こうして、ジャワ島の中東部に覇権を打ち立てたマタラムは、ジャワ島西部のバンテン王国への進出を図り、1628年から1629年には二度に渡って、 オランダが召喚を解説したバタビアを攻撃した。スルタンア軍は、ジャワから、オランダの勢力を駆逐することには失敗したものの、17世紀前半には、バタビアとバンテンを除くジャワ全島を支配下に置くことに、成功した。ア軍の後を継いだ、アマンクラと一世は、オランダとの関係改善を図り、1646年に、平和協定を締結し、 ジャワ島東部北岸の諸行におけるオランダとの交易を独占した。国内では行財政の中央集権化を進め、これに従わない地方支配者、イスラーム指導者を次々と暗殺した。こうしたアマンクラと一世の先制に不満を抱いた地方貴族層から反乱が起こり、1677年、反乱軍の攻撃を受けて首都は陥落した。 アマンクラと一世の後を継いだ皇太子は、反乱討伐のためオランダの支援を要請し、その見返りとして、オランダは、関税免除、バタビア領拡大、スマラン活上、織物、アヘンの輸入独占と、米、砂糖買付独占などの特権を得た。オランダの支援を受けたマタラムは1670年代末までには、反乱軍の駆逐に成功したが、 その後のオランダとの関係では、交渉力の低下を免れなくなった。マタラム王国の分割1703年に、アマンクラト2世が死去すると、アマンクラト3世が王位についたが、これに、アマンクラト2世の弟が異議を唱えると、オランダ東インド会社が介入して、王位継承の内紛により、第一次ジャワ継承戦争が起こり、弟が、パクブーの一世として即位した。 1719年に、パクブーの一世が死去すると、長男が、アマンクラット四世として即位。叔父や弟が反対し、第二次ジャワー継承戦争が起こり、オランダ東インド会社が介入して、叔父や弟を島流しにした。過強虐殺事件後、パクブーの二世は過強を支援して、オランダ軍を襲わせたが失敗。パクブーの二世は、スラカルタに追放された。 1749年に、パクブーの2世が死去すると、パクブーの3世が即位したが、パクブーの2世の弟が反対し、第三次ジャワ継承戦争となった。オランダ東インド会社は、パクブーの3世を支援したが、1755年になると戦費が増大して、途中で支援を断念した。この結果、ハメンクブーの一世は、ジョグジャカルタを、パクブーの三世は、 スラカルタを継承した。さらに1757年には、ススフナン家からマイクヌゴロ家が、1813年には、スルタン家からパクアラム家が分立した。マタラム王国という名前は消滅し、これら4つの王家の領地は、オランダの保護領として、自治権を与えられる王公領とされた。1825年に、 ジョグジャカルタのディポヌゴロ王子を中心として、オランダ支配に対する大規模な武装放棄が発生したが1830年に鎮圧された。オランダ支配下の分割統治策により、政治的には無力化されたが、ジョグジャカルタとスラカルタの王家は、ジャワ文化の中心としての地位を保ち続けた。インドネシア独立戦争において、ジョグジャカルタのスルタン家の破綿のは、 解明的な君主として、共和国側に協力し重要な役割を果たした。独立後は、ジョグジャカルタ特別州知事を長く務め、一時期は、共和国の内省、国防省、副大統領に就任した。現当主の派面区分の十世もその後を継ぎ、ジョグジャカルタ特別州知事とスルタンを兼ねた地位にある。セノパティパネンバハンスルタンアグンアマンクラと一世。 アマンクラト2世、アマンクラト3世、パクブーの1世、アマンクラト4世、パクブーの2世、パクブーの3世。ありがとうございます。